ベルトユニットの交換手順新しいベルトユニットをご用意ください。戻るボタンを4秒以上押し、シャットダウン開始、はい、いいえを表示します。はいの表示で設定ボタンを押します。 シャットダウン中ですと表示され、シャットダウン処理が開始されます。電源を切ってください。シャットダウン完了しましたが表示されたら、電源スイッチのオフを押します。向かって左側にあるオープンボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。この時、カバーを完全に開くようにしてください。 イメージドラム4つを取り出し平らなテーブルの上に置きますこの時イメージドラム下部の緑色筒の部分は触らないようにしてください取り出したイメージドラムに光が当たらないよう紙を重ねてかぶせるかまたは黒い紙をかぶせます左右にある青色のロックレバーを 矢印の方向に回転し青色のレバーを持ちベルトユニットを取り外します新しいベルトユニットを取り付けますこの時ベルトユニットの表面には触らないようにしてください青色のレバーを持ちベルトユニットをセットします ベルトユニットの左右先端にあるローラーを、プリンター内部の溝に引っ掛けてから、ベルトユニットの後部を下ろします。青色のロックレバーを矢印の方向に回転し、 ベルトユニットが確実に固定されたことを確認します。イメージドラム四つを静かに戻します。トップカバーを閉じます。これで作業は完了です。